こんにちは、あさこずレシピです。このチャンネルでは日本の食事を紹介しています。世界からも美味しさ、栄養面、盛り付け方、人気の日本食です。私は子育て中なので仕事もしてるし、普通の主婦の料理しかできませんが、それでも外国の方から見れば驚かれる食材もあるんじゃないかなと思います。今回の食材も私は小さい頃から食べていたので馴染みがありますが、驚く方もいるんじゃないかなと思います。では作っていきます。
2日経ちました。どうなっているでしょう。イカと内臓の旨味が出ていますね。美味しそう。じゃあ食べてみます。うまい。これはご飯とパスタに合うんですよ。今回の生のイカの動画はどうでしたか？次は夏野菜をやる予定です。楽しみにしてください。またね。